皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。金髪物語です。今日も B ルームに来ております。私たちアンバサダーなんです。イエーイ、イエーイ。ほんで今日は、送信をメインに撮影していきたいと思います。はい、送信ってどう書くかしてます？送信、え、電波送信、送信痩せるみと書きます。痩せるみ、痩せたい。まあいろいろやって痩せるんですよ。脂肪をまず乳化して、はい、刺激を与えてね、はい、脂肪を溶かしていきましょう。はい、はい、ということでね、まあ亀の甲羅送信ってできるんかな。骨だよこれ、背骨だよ。背骨だから無理だから、大体が頑張っちゃうんだから。痩せるぜ、リズムに合わせて送信。Yeah. Yo. 送信。送信。ということで、私たちの要望を聞いていただきまして、椅子が変わっております。じゃあ前の椅子もある、このおにぎり椅子。あと、マットもあります。この隅っこにあるマット。じゃあ、まず、乳化していきましょうか。やり方覚えてる？そんな時は、でー、あのゲームさん、食べとくー。そういうクリームを見る、ツイッターのクリップやっていきます。なんと動画付きです。すごい。すごい。なるほどね。オッケー。オッケー。わかった。わかった。じゃあやっていこう。オッケー。キャピテーションからんで、まず出る。この、あれね、この先端で、こう、つける。のが違います。ジェルとクリームで違うのつけると壊れちゃうんだそうです。キャピルからキャピキャピだからジェルを塗って、キャピアイスの選んで、そうね。でもなんか病院感もあるよね。ああ確かに、なんか思い出す小児科ジェルを塗り塗り、ビューティーピュア。キャビちゃんはあの決めたやつ、遅く遅くスローリーを忘れないためにカメちゃんここに置いておきたいと思います。ゆっくり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 。はじめまして小松です。リンパを流せ、ゆっくりリンパに流せ、まあ若干この中たった10分間で、でもあと2段階あるから、へえ、こんな感じです。さあ細くなるのか、私が気になってるのはずっと気になってるここ、ここら辺が気になるんで、これを細くしていきたいと思います。はい、よっしゃー、いらっしゃいませー。アルベルの重みと乳化します。32kg、同じくらいだ。そうだよ、入れて太ももとかもお尻が一番美味しいんだって。へえー、なんかフランスに人の肉食ってたけど捕まったって言って、その人の肉の YouTube で見た。へえー、霜降りみたいな感じなのかな。どうなんだろうな、人の肉なんかさ、私気づくとさ、胡蝶しのぶカラーのものばっかり持ってるんだよ。足にクリームついてらっしゃいます。取るの忘れてた。ヘアクリとかで使えそう、ここ。
音楽ってやつじゃん。セルフハロークたまにこっち見てあーって言ってた。もっと上がりになるじゃん。さとちゃん早送りしないとダメ。早送り会話だった。あーきおにょ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 超チャンジ。私たちの早送りの動画何回も見てるよね。そんな人参とかさあにょとか言ってない。あにょあにょあにょそこに、そこに超軟脱毛行ってきてもいいかな、うん、イブニが、うん、行ってらっしゃいよ、イブニが、カムサムニだ、うん、うん、もうすでに顔が小さいですが、ゆっくり見ないよ、忘れないように。フェイシャルですでに顔が小さいですが、マジで明らかにもう3、あれだもん、野球してるかと思った3類かと思った、3類の形になってる顔が。あ、そういうこと、うん、ホームラン。たるみを意識して。はい、ゆっくりよ。はい、くる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 パくるくるパくるくるパくるくるあったかい。くるくるくるわわ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 ダメ、小さくなるの。美しくならなきゃ。美しくなるの。顔そうだそうだよ、大事だから。だ動画ではやっぱり、ね、そうだだから綺麗になるのね。小松も応援してくれる。小松小松そんなの小松のために可愛くなかった。2分もある。じゃあ、うん、さとちゃんの好きなワードジンをする。あ、いいよ、2人で。じゃあ私が何を思い浮かべてるか考えて。いいよ、質問して。それは食べ物ですか。はい。それは赤いですか。赤い部分もあります。部分もある。それは春の食べ物ですか。いや、一年通してです。一年通して、うん、質問7個まで。え、今何個したかわかんないんだけど。4個。やべえじゃん、やべえじゃん。じゃあ特別にあと5個してみる。じゃあそれは丸いですか。丸いのもあります。丸いのもある。え、じゃあ、え、待って待って、あと何個。あと4個。何個。どうすか。それは甘いですか。甘い。甘い。あと3個。わかんねえんだけど、適当なんだけど、ちょっとどうするどうする。どうする。え、小松、なんだこれ。あと3個ある。フルーツですか。フルーツ乗ってます。乗ってます。わかった、ショートケーキだ。正解。すごい。食いしん坊、ただの食いしん坊。混ぜろ、食べ物は混ぜろ。スイーツ得意だからさ、さとちゃん、やっぱりスイーツにしてあげようと思って。スイーツ思い浮かべたらちょっと楽しくなったでしょ。ねえ、いや、食べたくなった。たったつむぎ、でんでん、ひめひか、たつむぎ、あらどく。フェイスラインに沿って動かして。はい。すごい、ジンジンくる。と、何、振動が、なんか、ね、音波みたいな。テレパシー。似た感じ、全然振動にも見えないけどね。なんか、ババ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 って言ってみて。同じ速度ですね。バオその感じ、音波と。ババ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 バ。あと4分ある。頑張ー。 1000m 走れるな。小町、お前4分あったらどこまで行けるのかな。友達と来ればこういう風に楽しくできるし、一人で来れば集中してこう自分磨きできるし、こっそりね、こっそり、なんかあれ綺麗になったって言って、何もしてない、私何にもしてない。一
一人パターンの人が褒められた時のモノマネしてください。え、最近綺麗になったくない？え、マジ嬉しいけど何もしないんだよね。まあそうだな、まあ最近、まあ最近なんか、まあ、体験で行ったところも良かったかなって感じなんだけど。え、なんてとこ、なんてとこ。まあ、ベイルームってとこなんだけど、まあ、安くていいと思う。え、どこにあるの、どこにあるの。まあ、東原ってとこなんだけど、まあ、家から近いし行ってるかな。あ、行っちゃった。え、紹介制とかあんの。え、まあ、あるよ、うん、やる、行ってみる。え、やりたい。なんて言えばいいの、お店の人に。佐藤ちゃんって言ったら、私みたいに二人で行った人バージョン。最近可愛くなったくない？マジめっちゃ嬉しい。しかもさ、マジってとこさ、二人で行けるからさ、カルベと超ワイワイでやってんだよね。だからさ、私さ、なんかあんまり人と喋りたくないの、実は、うん、なんかこう、触られたりとか、うん、なんかこう、ベストとか、なんか勧められたりとか。意外とね、繊細だよね。そう、そうそう、勧められたり進められたり、さらにちょっとあんまり嫌で全部イエスって答えちゃってさ、わかんなくなっちゃうわけ、うん、だから、うん、ハルベと一緒に、しかも機械の使い方とかも、まあ、教えてくれるんだけど、うん、ハルベがさ教えてくれるからさ超いいんだよねしかも問題出してくれるからこの10分間耐えられる最高。しりとり、アメリカンしりとりしよう。あんまりしりとり日本っぽくないもの、しりとりNot Japanese しりとりね。 OK, okay. Apple? 違う、しりとりしりとりしりとりね。しりとり。リップ。リップ、プリン。終わったやっちゃう。あと3分ある。あと3分ある。しりとり、しりとり、リンゴ。ゴマ、ゴマ、マスオ、マスオさん、終わった、終わった、あと2分ある。シリトリー、リース、リースね、リース、リース、私に厳しいの。マスオ、マスオとかマジで、スウェーデン、あと2分ある。シリトリー、理事局、理事局、熊野だけ。ちょっと待って、タイム。いや、熊野だけは日本語だろう。いやいや、英語表記。もっと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 イングリッシュ感出して。熊野だけでいいから、熊野だけもっと外人風に。熊野だけ、ケンダーマ、まあ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 、マントヒヒ、ヒマワリ、リリリリリ、リンドーコ、コップ、プコップって英語じゃないんだよね。なんでカップだから。終わった